ごきげん、ちょっと待って、ごきげん、違うな。いやーよーあんちゃんみたいな感じなの。 ごきげんよう。大阪行ってきた感じ。やばい、おしまい。やばいやな。そうです、はい、もう大阪弁の、大阪弁ってねかっこいいんですよ。そう、まあもうちょっとこれ一回これでこびさせてくださいよ。大阪弁ってねめちゃめちゃかっこよくないですか。めちゃめちゃかっこええやん言うてな。あ、結構いいんじゃないか。はいはい、もう7月いうことで、夏も終わってまうけど、まあやってこうかいう感じやな。いやまあでも悪くない。今の関西弁あのすごい洗練されてて大変美しい。関西むずい。でも確かに私中学校の時とかは関西弁に憧れてたような気がするんですよね。うん、結構みんなもそういうのありますよね。やっぱ関西弁かっこいい、かっこいいっていうかなんかこなれてる感じ、日本語の中でも特にこなれてる感じで、やっぱ一回くらいはみんな関西弁で喋って、え、なんで関西弁って言われたことがあるんじゃないかなって思うねんけど、みんなどうなんやろ。みんなも言うてみて。はい、そんなこんなで今日はこだわりの話をしていこうと思うねんけど、もうやめたい、おしまい。今日はこだわりの話をしていこうと思うんですけど、こだわり、日々暮らしの中でのこだわりもはもう本当にここで言及してはいけない深い話が始まってしまう、浅い話が長く始まってしまうので、こだわりは多いです。結構肝こだわりが多い。そうなんかね、私結構この完璧主義、そうちょっと関係ない話になっちゃうんですけど、昨日完璧主義の話を友達として、でそういえばボカロ P のジュン・ヤキトリさんも完璧主義やねんっていう話をねこの前もしたばっかりなんですけど、もう本当に一個ミスると全部ミスりたくなるっていうか、もうそこに、まあ、でその人、昨日話した友達は携帯を変えたんですってこの前。そしたらデータの引き継ぎがうまくいかずに写真の少しが欠けてしまったんですって、データが。そしたら今までずっといっぱいいろんな写真を撮る、よく写真撮る人だったのに、もう一切写真撮らなくなっちゃったらしくて、もうデータちょっとでも欠けちゃったら完璧な記録じゃないから写真を撮らない方向に移行したということで、いやめちゃめちゃ納得できましたねそれに関しては。いや私もそう、本当にまあみんなも絶対そうだと思うんですけど、綺麗に最初ノート使ってて、最初の1ページうまく使ってたけど、なんかボールペンで書いたところ失敗して、あもうええわ言うてね、言うてななりますよね。そういう、こだわり強めの人の話結構多い、周りにこだわり強めの人で、私の最近の、まあ、日々暮らしの中のこだわりはだから言及したらおしまいということなので、一番長くなっちゃうんで現場でのちょっとお話をしようかなと思ってて、45分15分の法則を最近取り入れました。実は B ノーブル収録の時、まあ何曲もレコーディングがあったわけなんですけど、いつもはそうだな、シュメロ取り終わってからメインを取り終わってから休憩してハモとか取ったりするんですけどね、それってどうなんだろうっていう疑問を持ってしまったんですね、ようやく。そして一回やってみようと思って45分歌って15分休憩するっていうサイクルを完璧に取り入れることにしたら、いやこれすごくいいですね。やっぱり休憩が最も大切というのは、もうどんな本を読んでも書いてあると思うんですけど、しかもみんな最近世間の風潮的に、いやもうほんと休んでみたいな、
ゆっくりやりゃええねんって言ったりねするんですけど、甘えの可能性もあるけど、やっぱ45分15分に関してはすごく良かった気がする。集中できるし、休憩も集中できるし、やっぱ長々やってもね、いいもん出るまでずっとやるっていうのはめっちゃ大事なことだけど、休んでみたらうまくいったりするんですよね。そうそうそう、これいろんなことに当てはまると思うんで、ぜひ45分15分のサイクル、ちょっと多いなと思ったら55分5分のサイクルとかも取り入れてみたりしてみて、してみて、みんなもポッドキャスト聞いてくださってるそこの君、そんな君のこだわりも聞きたいねん。cui@sonymusic.co.jp まで送ってくれや。続きましてはこちらのコーナーです。しゆいが聞きたい音楽って話。普段聴いている音楽と制作している音楽が違うと話していた私が、普段聴いている音楽のことを初めて聞いた時のシチュエーションや力をもらったエピソードなどを交えて話す音楽コーナーでー、今回私の聴きたい音楽は七尾旅人さんのサーカスナイトです。これね、私このサーカスナイトという楽曲初めて聞いたのは、君島大空さんと羊文学の塩塚萌香さんのカバーで初めてこの曲を知って、めっちゃいい曲と思って、でもこれ本当に完全オリジナルだと思ってたんですけど、これを友達と聞いてた時に、いや七尾旅人のやつもいいけどこっちもいいねみたいなこと言われて、え誰ってなって、で調べてみたらこっち本家やんってなって、聞いてみたらめちゃめちゃええやんってなりましたね。もうほんとどっちも全然違って、君島大空さんもともとめっちゃ大好きなんですけど、もともとって言ってもまあ1年前くらいに知ったばっかりの超絶にわかやねんけど、結構何が違うかと言われたら、七尾旅人さんの方はめっちゃ安直に言うと夜、やっぱ夜なんですけど、君島大空さんの方はでも朝って感じなんですよね。木漏れ日、なんかね、きらめきじゃなくてフィルムの、こうみんながイメージするフィルム映画の木漏れ日みたいな感じなんですけど、チラチラしてる感じですね、光が。そんなさりげない曲ですごく、いいなと思ったわけなんですけど、どこが好きかっていうと、まあ今日に至っては七尾旅人さんの本家の方を、オリジナルの方をちょっとに、言葉を筆舌尽くそうと思うんですけど、ピエロって歌詞がね、まあ、繰り返しの歌詞は基本的に繰り返しで、ピエロっていう歌詞が出てきて、それをね、七尾旅人さんはめちゃめちゃ置くのね。で、置くのを、置くってね、歌い方をね、歌を、言葉を置くっていう、言葉を置くっていう表現は、そんなに前から知ってたわけじゃなくて、でもまあ2年前くらいかな。歌ってみたを撮ってた時くらいに、置くように歌ってみるっていうのを知った、やっと知ったシーンだったんですけど、このピエロって言葉を置く時はこうものすごい違和感があるんですよ。えって、ハッとすんの。ピエロって置かれて、えってなって、でどんどん流れて次の音が流れてくるんですけど、こんな風にこれって歌なのって最初は思ってて、まあ、つぶやく、ポンって置く、てか渡される感じ、渡そうとして手前に置かれる感じなんですけど、そのあまりの夜
しっとりした夜の違和感にちょっと違和感を感じながら、この曲は何回も、久々にこんな何回も聴くほどハマりました。何回も聴いちゃうんですよね、最近。最近っていうか、ずっと好きな曲、何回も何回も。でね、この曲聴くとすごい気分が軽くなって、なんでかっていうと、まあ力が入ってなくて、こう繰り返しであんま考えなくてよくて、けど美しい違和感がある、存在感がある、で耳なじみの良い曲なんですけど、やっぱ歌聴くときってその受け取る気分が大事っていうことに改めて気がつきましたね。うん、サーカスナイト聴くたびに、少しずつ夜に沈みながら気分が軽くなっていく様子が帰り道にぴったり、そんな私と一緒の気分を皆さんにもぜひ味わっていただきたい。どっちの種類も聞いてください。七尾旅人さんのオリジナルサーカスナイトと、君島大空さんのでも朝みたいなサーカスナイト、その違いも、気分の違いも味わいながら聞いてみていただけたら嬉しいです。大好きこの曲、もうただ単に好きこの曲。私有的思考。お疲れ様でした。もうたった今、たった今といってもまあ10分前くらいかなに、最後の出番を終え、夏目いつきさんとコラボさせていただいて盛大に歌い、そしてこれは内緒なんですけど、盛大に、歌詞を間違えて、今日も今日とて元気にやってます。そんな私しゆいですが、ちょっといつも通り楽しく歌ったんですけど、そんな中いつも通りじゃないことがあって、なんとここにたこ焼きがあります。たこ焼きがある、すごく小さなたこ焼きがいっぱい入っている甲賀流のたこ焼きを、リスパレさんから差し入れしていただきました。おなんか寂しくなってきた、一人で楽屋でこんなん喋って。はい、たこ焼きはもう2個食べました。早速、美味しかった本当に。この前タコパしたばっかなんですけど、タコパとたこ焼きって、タコパはやっぱりレクリエーションなんだなって、アトラクションなんだなって、めちゃめちゃ美味しかったんですけど、なんかまあ材料一緒だけど全然違うじゃないですか、ホットケーキとクッキーって、まあ、ほぼ材料一緒、ほぼほぼね、それくらい違いましたね。もうどちらも甲をつけがたい甲賀流なだけに面白すぎてやばい。はい、はい、もういいもういい。今551の蓬莱の何だったっけ、豚まんを2つさらに差し入れていただいて、からしがついてるんだね、それが本当に嬉しいなと思ってます。帰りに食べようかな、帰りに食べようかと思ってたんですけど、ちょっと今たこ焼きを全部平らげようと思うんで、たこ焼き全部食べたらもう入らんだろうと。嬉しい本当に。ちょっと待って、食べ物の話しかしてないな。今日の瀬取りはね、結構攻めの瀬取りで行ったの。もう本当しゆいリスパレライブトップバッターだったんですよ。私トップバッターっていうのをマジで昨日くらい、一昨日かな、この前知って、結構つい最近知って、トップバッターなんだと思って。私トップバッター大好きなんよ、ほんまに好きなんよ。トップバッターめちゃめちゃ盛り上げたいって思って、熱烈な気合で挑んだわけなんですけれども、皆さん、大阪の皆さん、猛烈に熱く答えていただいて大変嬉しい、スペシャルな30分となりました。あっという間でした本当に。夏目いつきさんもありがとうございました。そして来てくださったお客様と、しゆい呼んでいただいた、もう本当にお世話になりっぱなしのリスパレさん、ありがとうございます。
またぜひぜひ、素敵なイベントご一緒できたらなと心より、望んでおります。猛烈に、熱望、渇望、嘱望しております。よろしくお願いします。差し入れありがとうございました。ほんまに感動やから、ほんまに感動やねん。はい、じゃあまた後ほど、バイバイやねん。後書き放送後期エンディングのお時間です。ローソンプレゼンツしゆいサードライブ、しゆいさんと一緒シャープ03初のゼップワンマンライブはゼップ新宿で10月14日17時30分開演です。プレイガイド先行受付中。はい、こういう感じでも喋れます。10月14日17時30分ってなると、まあ秋の頃合いですわな。秋を感じながら、まああの辺りって何があるかな、新宿、あ、私のおすすめの、ロイホーがあります。ロイホーがありますので、皆さんもパンケーキを食べてから来てみてはいかがかしらという話もありますが、17時30分、思いやりの17時30分なので、ぜひまだチケットお持ちでない方は是が非でもゲットしていただけたらなと思います。そうそう、新宿といえば世界堂本店、世界堂本店ありますか。そっか、新宿なんだ。世界堂全然行ってないな、ポイントカードも持ってたのに。てか、やっぱ画材屋さんってほんと楽しいですよね。うん、でも買っちゃうからあんま行かないようにしてました。匂い忘れてしまった。ちょっと行ってこよう。ワクワクするお店といえば、もう飲食店以外でもちろん世界堂もありつつ、ワクワクするお店何かな。まあありきたりですけど、本屋さんとかは、そう、画材屋さん、なんか私が通ってた、まあ、ほんと2週間くらい の集中短期講座に通ってた、あの美術系のデッサン講座かな、うん、夏期講習のデッサンの部に通ってたことがあって、そこの、千枚画材屋さんは結構ちゃんと油絵の具の匂いが充満しててよかった。油絵の具の充満した匂い大好きなんですよね。あと、あの床に塗るワックスの匂いも大好き。だからやっぱ教室、美術室とか教室とかワクワクする匂いですよね。はい、そんなみんなのワクワクする場所の話も聞かせてね。最後にメールを一通、ダリアさんからいただきました。しゆいぽよ、毎週のポッドキャスト楽しんで拝聴させていただいてます。なかなかツイキャスに行けないことが多い中、しゆいぽよの楽しいお話を聞けることが嬉しいです。たこ焼きのお話が出ていたので、しゆいぽよにどうしてもお伝えしたくてメッセージを書きました。たこ焼きはソースに飽きたらぜひとも塩で食べてみてください。にっこり、あっさりしてたくさん食べられると思います。今年はしゆいぽよに会いに行くことが叶いませんでしたが、また必ず会いに行きますね。それまでたくさん応援します。ありがとうございます。確かに、そうじゃん、今年はしゆいぽよに会いに行くことが叶いませんでしたが、まだ5ヶ月あるのだが、5ヶ月間会うつもりはねえよってこと。悲しいじゃん。ちょっとまた別のタイミングでも、ワーマン以外でもお会いできるタイミングがあったらなと思いながら、叶いませんでしたが、ちょっとこれだって去年末に来てました、もしかして7月14 振り返り早すぎるでしょう。今年の半分しか過ぎてないのに。いやでもありがとうございます。たこ焼きね、はい、塩で食べてみてくださいということですけど、
ソースに飽きることがあるのかどうか、ありますか？たこ焼きソースに飽きること。ソース食べてますから、あれって。まあでも塩で食べるのはすごく、食べたこと、そういう食べ方したことないからいいかも。サムギョプサルとかもあるよね。ごま油と塩のやつ、あれいいですよね。ツーな感じがして、あーわいいな。ちょっといろんな味変大好き勢だからな。天ぷらで抹茶塩とか、なんかいろんな桜塩とかついてると、天ぷら足りへんやんって、やばい関西弁使っちゃいましたごめんなさい。天ぷら足りないじゃないですかって、突っ込みたくなる。とんかつの肉の上に、あ、確かに。最近食べた塩で美味しかったのは、なんか雪塩みたいなやつ。塩大好き。塩うまいっす。死にませんか、納豆菌が。納豆に塩、うわ、ちょっと食べたくなってきた。納豆買って帰ろう。塩と納豆、この前まで塩持ってなかったんですけど、買っちゃいました最近。塩ってないと困りますよね、普通に。塩ない生活結構長かったですけど、全てをなんか酸味で解決させようとしてて、その時はレモンと酢で塩の代わりにしたりして、なるわけないんですけどね。なるわけないのにとかやったりしてました。で、塩を買ってみて、その塩の何にも替えがきがない、その存在感を感じて、やっぱり最初の調味料は塩だよなと改めて思いました。はい、そんなお話ありがとうございます。明石焼きみたいな感じってことじゃなくて、普通に塩なんだ。あ、食べたことあるかも、塩たこ焼き。大阪に旅行行った時、あだます。まあでも忘れてるってことは美味しくなかったのかも。まあでも改めて確認しに行きます。では来週の周囲的思考は夏休みをテーマにお話ししたいと思います。皆さんの夏休みに関するお話をたくさん聞かせてくれたも。それではまた来週。いつも皆さんメッセージありがとうございます。さよなら。